了解スパイダーネスト侵入する。そっちに証拠の保管室がある。床のモーションセンサーに気をつけて。床は使わないよ。侵入成功。おっと、見つけた。よし、誰かいるぞ。破片集めご苦労だったスパイダーマン、こっちに渡せ。ウルフスパイダー、簡単に渡すと思う？大事なことを言い忘れた。こいつがわかるか。ママその人を離せ。どうやって見つけたんだ。何にしろママを傷つけたら許さない。どっちの方が大事だマイルス、シージペリルスか、それとも母親かな。そんな、まだ諦めないで。3時の方向に発電機があるわ。クモ糸スタンガンを用意して。よし、やろう。なんだ、どうしたんだ。地下室で爆発があったようです。ここにいなさい、じっとしてるんだぞ。わかったパパ。マイルス、お帰りなさい。また会えて嬉しいよママ。本当はもうちょっと静かなところで会いたかったんだけど。仕事中に連れてこられたの、あいつは何者？わからない。でも他の次元でもずっと僕たちの邪魔をしてくるんだ。もう終わりだ。そこに破片はないよって。残念でした。やめろ。ペリルスが元に戻った。破片が全部揃ったんだ。大成功だ。スパイダーマンっていつもこんなに大変なの？毎日こんな感じだよ。でもなんだか楽しいわね。お前たちを耐え